おはようございます。おはようございます。今日は朝早くにすみません。どうもです。急ぐのコーヒーをいただきます。今日もユーシンさんです。おはようございます。ユーさん、おはようございます。今日はね、この嫌われ者磯積み、これね、20日に仕込んだんよ。20日、今日1日やろ、はい、10日、11日か、はい、11日目。すごいですね。で、完全に生きた状態じゃなかったんよ。おうおう、ちょっと締まりかけの状態から処理したから、おうおうおう、ちょっとどうなってるか分からへんけど。あ、なるほどですね。まあ一回ちょっとやってみましょう。2種類おります。黒いのと黄色いのと。わかりました。磯で捨てられてばっかりのこの魚が美味しくなってるかどうか。はい、捨てられてばっかり、うん、でもね、油は入っとった。ああ、そうですか。油は入っとった、両方とも。めっちゃ巻いとった。夏場はね、めっちゃこいつ腸が長いんよ。おうおうおう。で、油全くなかったけど、で、海藻ばっかり食ってんねやんか。うん、今回はね、めっちゃ油巻いとったから、もしかしたら美味しいかも。あ、ということで、やっていきましょう。楽しみですね。はい、はい、だいぶ発酵してそうやけどね。これ大体もう10日間何もせへんかったけど、はい、ちょっと匂いによってみて、この魚の匂いを。多分ね、酸っぱい匂いがすると思うね、あんまり寝かしてる時は。おはようございます。おはようございます。どう？うん、来てますね。うん、これを一回洗ってみて。そうですね。でも目見て、目見て、目見て、目見て。まあ、しっかりしてますね、まあ、やろう、うん、これを一回洗って。これでね、怖いっていう人おるの。これが怖い。うん、その匂いがね。匂いが、うん、表面の匂いですよね。そうそうそう、だから鱗取ったらいかんって言ってるね、これ。ゴシゴシと洗ってあげてください。こんな感じね。もうゆうさんのとこで住んねえするってもう分かってたらねえ、俺し、何キリやら全部取っとくんやけど。ああ、はい、やってみます。あ、もうないですね。大丈夫です。あ、全くないね。ないですね。やっぱ表面だけやね。表面だけですね。だからもうこれはそのまま鱗付きのままはみ下ろしてもらいましょうか。鱗付きのまま、はい、わかりました。好きに下ろしてください。はい、じゃあ鱗付きでいきます、ね。鱗付きで。やっぱり身が黒いっていうのはこんな感じでですね。ね、これ身が黒いっていうもんね、この魚。だからその刺身にできる、つまりね、なんかめっちゃ臭いっていうわ、みんな。そうですね。でも俺のお客さんはね、はい、こう血抜きしたやつは美味しいって言うんよね。ああ、めっちゃ油やろ。めっちゃ油ですね。なんか悲しいね、油めちゃめちゃ乗ってる。でもなんか油の乗ってる包丁の生き方やね。でもね、油ありますね。身めっちゃ綺麗な。綺麗です、綺麗ですよ。10日経っても試合がいいね、やっぱね。変わってないわ、全然。じゃあそれはそこで一回。こんな感じの黒っぽい身です。どうせやね、これね。これですね。じゃあ次もう一匹いきましょうかね。これが黒い方ね。はい、次は黄色い方やね。はい、もうこれ同じ日に同時に入ったよね。やっぱり市場でも使わへんのよ。あ、すごい使わない、うん、捨てられるんよ。捨てない、もったいないわ。もったいない。たまに、たまに競りで買うんやけどね、50円くらいで。きれいに、ちょっと顔見せてあげて。あ、ほら、やっぱいい顔しよう。いい顔してますね。10日経ったとは思われへん、この魚体のこの肌ツヤ。これあんまりにはせんね。ないですね。ないっしょ。あ、ほんとやね、これ全然っていうぐらい。何やろこの皮。両方とも同じような感じやったよ、その普通に一番に捨てられとった。捨てられたらおかしいですね。何もされずの糸から来たから、かわいそうに。
うわもう普通ですね、全然これ。うん、魚の匂いがする。では、はい、お願いします。ます、はい、でもこれが美味しかったら面白いよね。そうですね。これなんかユウさんところの問い合わせが俺のところにものすごい来るんやけどでも忙しいもんね。私のお客さんで、うん、つもさんとつながってるお客さんがいっぱいいますここやったら満足するやろ。ぜひこの牛積みを食べさせてあげてよ。わかりました。やっぱり身の色は一緒やね。一緒ですね。いや、あ全然悪くないね。悪くないです。油の跡がいっぱい。腹を取ってみます。はい、腹を取ったら余計黒くなるよね。黒くほら、ほら、ほら、黒いでネズミ色やもんね。でも悪いネズミ色じゃないもんね。いいですね。OK。 あ、これなんで鱗を取らないんですかって絶対言われるんだわ。このあ皮引きやすいからよね。あと時間がないからよね。さっき言うとかあって絶対質問の入るんよ。あ、なるほど。鱗はかかないんですよ。鱗、うん、あのこういう魚、鱗とかの方が皮剥がしやすいからね、うん、ですよね、うん、確かに。なら次はちょっと行きましょうか。行きましょうか。お刺身に。刺身、はい、じゃあ黄色い方からね。はい、はい、皮剥ぎのコツはその角度やね。さあ、うん、おぉ、いいですね。いいね、ねっとりしてますね。頭から切っちゃいます。はい、これ捨てたら塩入れた方がいい。いいですね、塩入れた方がいいですね。塩にした方がしっかりまだもちもちしてきます。ああそうなんや、はい、まだで旨味が回します。すごいな、でもこの身ね。でもとりあえず一回食べてみましょうかね。したら行ってみましょう。まず俺からいいですか。どうぞ。うん、あのね、臭さは一切ない。ただ、ただなんか味がない。では、いただきます。後で来るわ。うん、後で美味しいな、美味しいのが来る。でも臭さは一切ない。食べてみて。じゃあ、うん、そのままで、まずは、はい、まずプロの意見も聞かせて。俺ね、相当味音痴やからね、何でも美味しいって言うから。あ、最初味はないって感じるけど、後でこう後でくるやろ、来ますね。やっぱ合うてるやろ、そこは。うん、後で旨味が走ってきますね。で、臭みがないよね、うん、全くないよね。ないです。磯臭さがないよね、うん、いいですね。またこれはこれはこれで、次これで、うん、いけるかも。ちょっと次、醤油で食べてみましょうかね。あ、すごいな、俺も、俺ちょっとね怖かったよ。あ、分厚く切ってるわと思って。これ分厚い方がうまいっしょね。どうしよう、これ臭かったわと思って。うーってる。で、なら、わさびでいいですけど。あ、よかった、俺めっちゃ臭いと思っとってめっちゃ怖かった。じゃあ、醤油をつけさせてもらいます。ちょこっと。あ、わさびが、りゅうさん、わさびが、こっちか。わさびが、もう一個。
ありがとうございます。うん、わさびと醤油入るとまたこれ旨味が増すかもしれないですね。うわ、これはうまい全然違う。うわー、それうまいと聞くと、うん、食べたいです。私も行きます。これね、ほんとね、塩入れしたらね、変わるわ、絶対。では、うん、いただきます。化ける、これ。うん。ねえ。いや、うまっ。うまいね。これうまいですね。ねえ、これ変わるね。これ塩入れてておいしいね。うん。当たりちゃう。うまいです。これは当たり、食べれます。当たりやね。おお、すごい。じゃあ、黄色当たりってことやりますね。11日目。黄色、11日目。はい、OK。黄色はこの子ね。黄色。じゃあ次、コロンボ行きましょう。次は黒。はい。黒の方が身の色は綺麗ね。そうですね。なんかね、黄色と比べたらまた、うん、ちょっとあれですね。では、皮を剥いでみます。この皮剥きの角度をちょっと見せてあげて、包丁の。いきます。はい、どうぞ。この角度が難しいねんな。俺は絶対皮がつくねんな。じゃん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 。はい。おぉ。あ、いいね。油やね。なんかスバと一緒やね、胡椒台とね、感じ。ああ、似てますね、スバ、胡椒台。じゃあ、お願いします、はい、まず、何もなしで。なしで勇気がいった、最初でも、臭いやつだよ。いや、こう、もうね、俺も臭いしか聞いてないから、もうこの時点で分かりますもんね。あ、匂いそうな、うん、もうなんかもうちょっと怖かったもんね、あの分厚さが。では、いきます。はい、お願いします。たぶん分厚く切ったな。はい、ならまず、はい、まずは何もなしでいきます。一緒。あ、一緒。では、そのままでいきます。うん、うん、こっちの方がね、ちょっと甘みがある。うん、そうですね。ね、うん、臭みが一切ないね。臭みはないです。本当にないやろ、うん、ない。本当にないやろ。俺はが分かってないだけでないやろ。信じてください、ないです。ね、うん、うん、うまいです。うん、いける。いきましょう。次、時期外れのタイよりかうまいです。まあね、間違いないね。間違いないです。こういうふうなの使えるね、でもね。いやー、これは使えますよね、きちんと血抜きしたらね。で、冬場は美味しいって言うもんね、でもね。今から美味しくない。では。その美味しいってどこまで美味しかったか分からへんけどね。じゃあ、ちょっとわさびを乗せてください。杉浦さん、その醤油をつけてくれませんかね。手当たしで。じゃないと、はい、また。また落っこっちゃう。じゃん。11日目や、11日目。これね、めっちゃうまい。いや、いや、これね、冗談抜きでめっちゃうまい。うわ、そう言われるとまた食べてみて、食べたくなるような。マジでめっちゃうまい、びっくりする。これ食いしん坊なんで、いきます。いや、醤油つけたらこんだけ変わんねやね。うわー、これ美味しいな。これは美味しいです。いやいやいや、今のこの子ね、びっくりしました。ブラックイスズミ恐るべき。これやばいな。洲本さんの技術じゃないですか。いやいやいや、美味しかった。ありがとうゆうさん。新しいまた扉が開いたね。開きましたね。ゆうしんさんとこに来れば食べれますんで。早いもん勝ちですが、どうぞ。明日は午前中まで。午前中までですね、うん、明日。火曜日は午前中まで、水曜日が休みなんでね、ゆうさんのところ。そうですね、うん、よろしくお願いします。ではゆうさん、ありがとうございます。こちら、ありがとうございます。すいません、朝早うに。どうにもないです。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。はい。